中国外務省は先ほど午後の会見で、新生市で日本人学校の児童、銃、が刃物で刺されて死亡したことについて、哀悼の意を表するとした上で、事件については個別事案だと話した。外務省の報道官は、事件について調査中とした上で、これまでに把握している情報から、これは個別事案で、このような案件はいかなる国でも発生する。 中国はこのような不幸な事件が起きたことについて遺憾と心の痛みを表明すると述べた。また、犯人の詳細や動機などについて言及せず、今年6中国外務省は先ほど午後の会見で、新鮮市で日本人学校の児童、銃、が刃物で刺されて死亡したことについて、哀悼の意を表するとした上で、事件については個別事案だと話した。外務省の報道官は、 事件について調査中とした上で、これまでに把握している情報から、これは個別事案で、このような案件はいかなる国でも発生する。中国はこのような不幸な事件が起きたことについて遺憾と心の痛みを表明すると述べた。また、犯人の詳細や動機などについて言及せず、今年6月に高訴訟訴訟市で起きた日本人親子が切りつけられた事件との関連についても調査中。 としました。月に高訴訟訴訟士で起きた日本人親子が切りつけられた事件との関連についても調査中、としました。